さっきの一番最初のね鼻歌はあれですよ日本のお正月でよくスーパーとかいろんな歌番組とかでも流れる「ダン」「パン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 」「パン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 パてパン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 パ 放送上は1月がけてますね、はあ、わーお、2021年 <laughs> なんかどういう気持ちなんだろう。なんか私、本当にこの年末年始が私は結構、なんか恐れを持っている人間なんですよね、なんか怖い、今年が終わってしまうのは怖い、来年が来てしまうのが怖いみたいな、なんかこう、なんかね、私だけなんですかなんか怖いんですよね。 ワクワクとかなんかドキドキとかそういうのよりも私はいつも年末年始は怖いって思っちゃう。死にたくないからかな。<laughs> 急な極論 <laughs>。年を取ると死に一歩近づいてるような気がしてしでも全然死にたくないし若いままでいたいからなのかな。ずっと若いままでいたい。ずっと20代でいたい。無理だけど。 そういうなんかそういうなんか一新年から重い話で申し訳ないんですけど楽しくいきましょう <laughs> ごめんなさい怖いとか言ってでもおめでたいことですからね改めてあけましておめでとうございます今年もよろしくお願いします <laughs> さあ早速ですが宮城さくらの2021年叶えたい夢を発表します <laughs> まずは ウィズワンに会いたいたですよね当たり前なんですけど「w i ズワンに直接会うことこれはもう夢っていうか目標っていうかまあもう絶対ですよ約束みたいなもうなんか世界と約束みたいななんか本当にそれまでに本当にコロナお願いしますだしとりあえず私はもう絶対に「w i ズワンの前でコンサートをするっていうのはもう絶対今年は絶対するって決めてます 私の個人的な夢はワンランク上というのが目標ですかね。もっといきたいですし今の現状に満足したことは一度もないんですけどもでももっとワンランク上の自分みたいなのを目指してるので私の目標というか夢はワンランク上というのが目標ですかね。 具体的な目標とかいっぱいあるんですけどもまだそれはねちょっとねファンの皆さんにはまだ公開するのはあんまりあれかなと思うので抽象的にワンランク上の自分ということで頑張っていいいきたいと思います <laughs> そして日本では来週月曜日1月11日が成人式なんですが韓国はね数え年なので、まあ、日本でいう二十歳だとゆりひーちゃんなこ ちょっ,と待ってください私ナコが二十歳とかマジで信じられないだってナコ12歳の時から見てますからねナコ怖怖くないですかえ怖くないですかどう考えてみてください私がその時14とか15だったんですよねもうそうそう15だわ15歳で私は今2歳になってナコが二十歳ですよ13歳と15歳だったのに二十歳と23歳になったんですよ どう思いますかどんだけ一緒におるねんすごいな私ナコとめっちゃおるねん長いですね本当に長いわそりゃ仲いいわ <laughs> <laughs> 超当たり前のことだけどこんだけ一緒におったらそりゃ仲いいわすごいなま <laughs> あナコが二十歳成人式え信じられないあでも成人式は来年じゃないナコはそうですよね 来年か、今年じゃないのか。わあ、不思議だなうーん、不思議ですね。嬉しいような、寂しいようなというか、はい。それでは、今夜のオープニングナンバーお届けしたいと思います。わあ、今年一番最初ですよ。皆さん、作の木一発目、何が聞きたいですか何が聞きたいですか私は、わあ、悩みますね。 でもやっぱりこれですね。私はやっぱりこれです。聞いてください。アイズワンでフィエスタ。お送りしたのはアイズワンでフィエスタでした。アイズワン宮崎桜がお送りしている B.F.M. 今夜桜の木の下でメッセージご紹介します。まずは大阪フラジオネームムールさんありがとうございます。 先ほど YouTube でアイザンのことをよく知らないダンサーさんがパノラマのダンスを評価する動画を見たんですがもう絶賛してましたよ特にユリの女性らしく見せるダンスを絶賛していましたあと当然のごとくゲノのキレのダンスを褒めていたけど一番嬉しかったのは作者のダンスを何度もリピートして足の使い方できれと褒めてたことええー、本当ですかだどなただろうありがとうございますいやもう自分のことを褒められた気がしてそれほどでもーとされながら見ていました 私のあの間の中でダンサーに注目するダンスをするサクちゃん改めてサクちゃんがおんまり屋さんなのだなと実感しましたそれはそうと足首大丈夫足首はダンサーの要しっかりケアしてまた素敵なダンスを見せてねといや本当になんか申し訳ないですなんか私がちょっと言っただけで大ごとみたいになってしまってマジ全然大丈夫なので。 なんかそのなんかと弱音みたいなの入ってしまって申し訳ない足首大丈夫ですしっかりね矯正にも行って病院にも行ったので腰もね大丈夫になりますと申し訳ないです心配かけてしまってええー、どなたなんですかねぜひ名前教えてくださったら私もその YouTube 見たのに私もよく評価とかされてるじゃないですかそのダンサーさんの YouTube とか結構見てあっここがうまいんだなとかなんかツイッターで見たんですけども目が超えないと手は超えない っていうのがあって、目が超えないと手が超えないんですよ。まあ二回言った。<laughs> って言うとまあ何ですかね、まあダンスで言うとダンスを見る目がないとダンスって上手くならないんですよ。なぜならこの先生と私は何が違うんだろう、メンバーと私は何が違うんだろうとか考えて、この人ってなんで上手いのは分かるけど何が上手いんだろうっていうのを気づけたら自分に取り入れられるじゃないですか。 だからまずは目が超えないと能力っていうか実力って上がらないんですよねその言葉をツイッターで見て確かにそうだなと思って私が少しダンスが成長できるようになったのはその人が何がうまいかをちょっとわかるようになってきたんですよいろんなステージいろんなアイドルさんのステージめっちゃ見たし実験もめっちゃ見たしあとはその youtube でダンサーの方がいろんなアイドルの ダンスの評価してたりとかかすするじゃないですかここはここがすごいうまくてみたいな評価っていうか分析してる動画がよくあるじゃないですかそれを見て私は学んでますねあこの人のこういう使い方がうまいんだとここでこう腰を落とすとうまいんだとかそういうのを見て学んでますだからすごくそういうダンサーさん方の評価っていうのはすっごく私たちも力になってるので本当に心からありがとうございますと言いたいですね。 そしてラジオネームゆきのさんありがとうございます2020年は本当にたくさんのことがありました大好きな12人が戻ってきてくれたりコロナがまねして自粛したりこんなに怒涛の1年はなかなかないですねこの中でもオンラインでさくらとしゃべることができてそれだけでも、はあ1年楽しかったって思えるくらいありがたかったですでも本当は早く直接会いたいですね この1年で一番お気に入りのチッケムを教えてください私はどれも大好きすぎますが強いて選ぶなら「フィエスタのカムバックショー」と「シークエンスのカムバックショー」が一押しですあー難しいまあ「フィエスタのカムバックショー」のやつはあれは申し訳ないですけど人生のチッケムです <laughs> 人生チッケムなので あれは1番とかじゃねもう殿堂入りなんですけどもそれを抜きましょうもうあれに勝てるものはないっていうかあれは私もいわゆるゾーンに入ってたと思います自分でも言うのもあれなんですけどなんかちょっともうスイッチが入ってますよなんかちょっと覚醒しちゃってたなと思いますね <laughs> なのであれはもう抜いてそれでもあーシークエンスのチキンも分かりますねでも私的にはうんー なんかパノラマの「M 課」のチッケム最後結局最後の歌番組になってしまった「M 課」の「一徳チッケム」が私的には結構良かったのかなって思いますね。そのパノラマの歌番組も最後だったし何回かやってるのでちょっとずつこう体に馴染んできて慣れてってきていい意味でで表現がこう,うまくこう自然にできてた頃だったので。 うんパノラマだったら M ムのエプトクチケムかなって思います続いてラジオネームベーさんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは初めてメーするチェヨン推しのベーさんですさくちゃんに一つ質問がありますパノラマの曲の途中でチェヨン민주チェヨンが横になる振り付けがあると思うのですがここ最近民주の行動が気になってドキドキしちゃうのですあーこれ 話題になっっててまますすよね知ってます <laughs> それは当初チェオンの背中を2本の指が上るような振り付けだったのがここ最近チェオンの太ももの上を下るような振り付けに変わりましたとても色っぽいのですがこのことについてもし知っていることがありましたら是非教えてくださいこのように途中で振り付けを見直すことよくあることなんですが気になって眠れませんとえこれはちょ見ますよ練習動画でも私が思うに練習の時はもともと太もでした背中じゃなかったんですよ あ、背中やんもう背中だったわ私ずっと太ももに前からそうだと思ってたあれいつ変わったんだ本当だ本当もと背中ですねちょっと待ってください先生たちが踊ってるやつ見てみますあーもともと先生が太ももでやってるんだもうだから私もともとの振りだと思ってたそう先生たちがやってるその 試案動画は太ももでやってますねただそれが民事と練習しつつなんか最初は背中でやってたけどもともと不倫に戻したってことですかねどういう流れでそうなったかは私も詳しくは知らないんですけどもともとは太ももでしたでも最初背中でやってて変えたんですかねわかんないですなんでか幸せ民事に聞いてください <laughs> 私が言えることは一つ先生の思案動画の時は太ももだったのでって感じですかね。これはそれしか言えないですけど私からはそんな感じです。<laughs> 続いて埼玉県ラジオネーム6 こんばんはデビューしたての頃にサクの木でサクちゃんが言っていただんだん愛山として初めての〇〇がやって最後の〇〇が増えていくといったニュアンスの言葉を最近よく思い出せさせなくなっていますサクちゃんと同い年のミズワンです。 私はお仕事として、アイザンに関係するものを身につけるということをしています。例えば、モラクのカラコンです。かわいい色をつけていると、友達から、その間かわいい、どこのって言われます。モラクっていうアイズワンの目当て世界線でイメージモデルしたやつと答えます。すると、そのカラコンを調べ、この子かわいいと言いながら、実際にコンタクトを購入してくれました。おー。 他に、アイザンと同じ服などを買い、可愛いと言われたら、アイザンの子が来たんだなどと答え、アイザンというワードを友達に浸透させています。すると、街にいるアイザンや、歌番組で出ているアイザンを友達が意識的に見るようになり、〇〇出てたね、めっちゃ可愛い。おつーっと言ってくれた子もいます。なので、最近は、一日一つはアイザン身につけるにしています。この調子で、友達にアイザンを布教していきたいと思います。すごい意識高。<laughs> でも、そんな身につけるようなアイズワン。 あるのかなえー。でもすごい超意識高い。もうウィズワンの鏡みたいな方ですね。ありがとうございます。すごい頑張ってくれて。 続いてラジオネーム、キムカリンさん、ありがとうございます。今回初めてメールを送ります。12月2十日、初めてミンジュちゃんと4等をしました。とっても可愛くて、私のことをどれくらい好きすぎかという涼しい質問にも、優しく笑顔で答えてくれました。あの症状が私にはただただの女神に見えました。あ今まで来て,てね、あやさんを捨てて、ミンジュちゃんを教えてよかったなと思える瞬間でした。また絶対会いたいです。そしてずっとずっと応援しますと、ありがとうございます。 私もね本当にミンチは本当にね綺麗ですよね、本当に思う、本当に思う私、あのミンチは黒髪、似合いますね、黒髪好きです、でも、一番好きなのは、ビオレッタの時の茶髪で前髪あったの、あれめっちゃめっちゃ良かった、なんか最近、ちょっと前髪ないから、もう一回ミンチームに前髪作ってみてほしいなって思ってます。 それではここで一曲私がですねまた最近ハマっている賞味玉にもう最終回はだいぶ前に終わってしまったんですけどもその曲から一番で、ね、私がね好きだった曲をかけさせていただきたいと思います最終的に1位を取ったリルボーイさんの曲です聴いてくださいリルボーイで、ね、えりょうみょんお送りしたのは「リルボーイでネイリョーミョン」でした さてこのコーナーは私宮城さくらがリスナーの皆さんのリアルな青春の記録を紹介して青春っていいねと共感するコーナーですまずはレジオネーム受験生なおさんからありがとうございますこんばんはいつも配当させていただいています高校三年生男子です恋の話です昨年の9月に僕を押しといて って話しかけてくれた高一の女の子がいたんですが月日が経つたびに仲良くなって電話などをするようになりましたこのまま付き合うみたいな流れがありそうだったんですが僕は受験生で彼女ができると成績が悪くなるのを分かっていたので それが怖くてあまりアプローチもしませんでしたデートにも行ったんですがいい感じの雰囲気になっても告白もできませんでしたそしたらだんだん LINE の返信もかなり遅れて帰ってくるようになりました最近友達がどこかで知ったのか教えてくれたのですがその女の子は別の男の子を吸って遊ぶ約束をしたそうです付き合ってはいないと思うのですが終わったなって思いました今はむしろ清々しくなっていますこれから会津の皆さんを見て勝手にやらさせてもらっていますこれからも応援していますと まあこれはもうもうもうしょうがないそれはタイミングですよ恋というのはタイミングすべてまあ恋だけに限らずタイミングが悪かったですね全部すべて人生ってタイミングなんですよだからまあ失礼みたいな感じじゃないさそうなので私も気楽に捉えるともう縁がなかったんですよそれだけですよそう思うようにしましょう私ちっちゃい頃子役してた頃 アイドルでもなかった頃いろんなオーディションとかを受けて受かったのもあればも,もちろん落ちたのもいっぱいあったんですけどもそういうのあんまりねもちろん反省もしますしもっと頑張ると思うんですけどそこまでね聞きずらいいっていうのも大事ですよあえ、なかったんだなって思ったら思ったよりこう人生って楽しくいけますよなんかもっと気楽に考えた方が絶対 楽しいから人生、まあ、この方もだいぶ気楽に考えてるから大丈夫だと思うんですけどそんなに、ね、こう真剣に、ね、毎日生きててもあれなんで真剣に生ける日もあれば「あえんなかったなあ惜しいな」ぐらいの気持ちでねやれる日もあっていいと思いますよ。<laughs> 続いてラジオネームみこちゃんさくちゃんこんにちは辛いときにいつもさくのっきラジオを聞いています。私には悩みがあります。私は小学生の頃から好きな人がいます。その人は私と廊下で会うとよっと挨拶してくれてそれかっこよくて好きになりました。<laughs> かわいい <laughs>。でもなかなか自分から話しかけられません。どうしたらいいですかさくちゃんなりの方法でいいので教えてください。さくちゃん大好きと。え、私が話しかけられると思います、その状況で。こんな人見知りの私が <laughs> 私だったらどうするかね。小学生じゃないんですよね。小学生の頃からってことは、でもまだ学生さんかなむずいけど、まあ共通の友達を作るか、共通の趣味があったら、その話を振ってみるか、話しかけても、本当、なんで話しけんの共通の友達でないと無理くないそれか、共通のなんか、その、なんか、ないんですか、なんか部活みたいないのかな。 本当に好きならだって小学生の頃から好きならその人がやってる部活のマネージャーしちゃうとかもうそれぐらいやっちゃっていいんじゃないですか本当に好きだったらっていうそういうなんか共通の話題か共通の接点共通の共通点があったら話しかけられるけど急に話しかけるのは私なら無理です <laughs> 続きましてラジオネームラッキーパンチさんの青春の記録 さくちゃんこんばんはこんばんばは毎週咲くのき楽しみに聞いています今年1年間お疲れ様でしたそしてたくさんのファンの愛をありがとう青春の記録ですが中学生の頃に好きな女子に手紙を書いて渡したのですがある日教室の教卓にみんなが集まっていてビリビリ破かれて名前のところだけなかった紙が置かれていたのですがすぐに自分が書いた手紙だと気づいて知らぬ顔で出してたけど みんながそれを見て笑ってるのがすごくショックだったしその女子がすごく嫌いになりましたどんな気持ちであんなひどいことをしたのかと当時は思いましたねそれ以降奥さんに出会うまでは女性を信用できませんでした中学生の頃の切ない記憶ですやばくないその人 <laughs> そんな人いるのいや,やばくないですかだいぶやばくないそんな人だって気づけてよかったですねでも本当にそれはもう嫌いになるまであるしまあでも今素敵な奥さんとね 出会えたならもう結果オーライっていうかまあもう結果オーライじゃないかでも傷ついてから良くないですけどでも結局こう幸せなね結婚できたなら良かったです今幸せなら大丈夫ですそれでは声のラストナンバーですこの歌詞がすごい良くて歌声もすごく素敵なんですけど歌詞も本当に良くてなんか私はナッキーパンチさんみたいに 辛いなって感じた時とかもあとは今日なんかうまくいかないなって時に聴いている曲です聴いてくださいで、okay. これ本当にね歌詞がいいのでですね韓国語なのであまりわからないと思うんですけども是非日本語訳を見ながら聴いてみると本当にすごく力の出る曲だと思います是非また聴いてくださいお送りしたのは「Dio」で「 けんちゃなのけんちゃな that's ok でしたあいざーみやきさからお送りしてきた今年最初の今夜桜くらの木下でいかがだったでしょうか いいやーついにねね今年が明けました、ね、私今こう話してる私はまだ2020年の私なのでなんかあんまり明けたっていう感じもないし正直なんか明けてほしくない気持ちまだ2020年に出いたい気持ちはあるんですけども2021年はとにかく後悔のない一年にしたいですし自分の選んだ道場所人 を信じる一年にしたいいなって思います、うん、自分で自分の道を歩んでいきたいし後悔したくないし全てに全力でいたいしうんずっとアイドルとして輝けるようなそんな一年になったらいいなって思います。ズはもう2021年 アイズワンのことをもっともっと応援してくれたら嬉しいですし私たちを応援していて笑顔でいられるような幸せでいられるような活動を私たちも続けていきたいと思うので2021年も改めて応援よろしくお願いしますす最後にスタッッフからメッセージです <laughs> ありがとうございます。 サクちゃんカムバックが終わり少し少しだけ楽になったのではないでしょうかどうですかサクちゃんに質問ですサクちゃんが最近ちょっとした幸せを感じた瞬間を教えてくださいあとサクちゃんのこの冬のお供も教えてくださいとありがとうございますありがとうございますだってメ,メ,メッセージのスタッフさんからのメッセージなのにメールみたいに読んじゃった <laughs> えっとまず最近のちょっとした幸せはうん本当に超ちょっとした幸せ超っていうか 今の良かったなみたいなのはさっきこのラジオを撮ってる前にサインを書いてきたんですよアルバムに300ぐらい <laughs> 1人300アルバムぐらい6人ごとに分かれて、まあ、ずっとサインをひたすら黙々と書くんですけど隣がエナだったんですけどなんか「おにこれ食べます」みたいな一言もなく無言でチョコを渡してきて私がそれを無言で食べるっていうのが <laughs>。 なんか良かったですなんかお互い何も言わずに無で食べてまたひたすらもくもくとサインを書くっていうのがなんかなんか家族みたいだったな今のと思ってなんか良かったなと思います <laughs> この良かった良かった感分かってくれるかな何だろう,そう私からしたらすごい良かったんですよねこの冬のお供ああこの冬のお供はもう本当にあったかいふわふわの靴下ですあのプレゼントでい,ただいて 履いてみたんですねなんで暖かいのやら沼では履いたことなかったんですよっていうか家で履くのものじゃないですか普通でも韓国の今年の冬がマジで寒すぎて履いてたんですよね外に行く時に逆に家だと床暖房があって暑いから裸足なんですけど宿舎の時は靴下を外の時に履いてたら本当に暖かくて足が暖かいと体中があったかくなるんですよだから本当に めっちゃ寒い方はぜひあったかい靴下を履いてくださいあのふわふわのあれ本当に汗出るぐらい本当にいいですぜひ本当に私は今年そのあったかい靴下は本当に体がポカポカになるということを知れてなんか人生のいい生き方を知れたぐらい本当に本当におすすめです「アイズワンの最新情報は「アイズワンジャパンオフィシャルサイトや「アイズワンジャパンファンクラブなどでどうぞ 韓国での活動の様子はアイザのオフィシャルツイッターでそしてメンバーより身近に感じることができるプライベートメールもどうぞ番組宛てにメールを送ると毎週1名様に抽選で新作のサクのキ T シャツ当たりますご希望の方はあなたの郵便番号住所氏名電話番号希望の T シャツのサイズ s M、SM、l x l も忘れなくメールはサクアットマーク BAM.SEO.JP サクアットマーク BAM.SEO.JP まで 一名様にプレゼントします応募の締め切りは1月13日の番組スタート前までです詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいこの後はベイエムインターネットラジオを聞きながらメールお願いしますメッセージを書く場合にはぜひ読んでほしい名前やラジオネームを書いてくださいというわけで宮城さくらの今夜桜の木の下でお相手は宮城さくらでした来週もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます